ちょっと買いすぎたね。はい、どうもこんにちは、マシーと。はい、さあ、本日紹介するのはこちら。新エヴァンゲリオン劇場版アソートです。はい、エヴァンゲリオンの、まあ、ガチャガチャのアソートシリーズですね。多分ミクちゃんから始まったこのシリーズなんですけども、まあ、ガチャガチャのくじでございます。はい、まあ、僕の動画ね、見ていただいている方だったら多分わかるかなと思うんですけども、はい、今回はエヴァンゲリオンのやつが出たんで、まあ恒例のことですよね。まあ、全集出るまでやりましたよ。そしたらとんでもないことになっちゃったんですけどね。はい、もう自分でも何回回したか覚えてないですわ。はい、ラインナップの方を見ていきましょう。はい、C 賞缶バッジになっていて、 B 賞がラバーマスコットで、 A 賞がビッグサイズフィギュアという感じになってます。まあいつも通りですよね。うん、じゃあね、まあこちらの方缶バッジからまたね、順々に見ていきたいなと思います。それで早速ね、行ってみましょう。はーい、バッシーアトリンチャンネル。はい、でですね、全部開けましたんで、結果を見ていきましょう。僕もね、全種揃うまでやってたんで、何がどういくつ当たったのかっていうのはちょっと、分かってなかったんですけども、はい、全貌が見えてきました。というわけで、缶バッジの一番後ろから見ていきましょう。15番、レイ&アスカ&マリですね。まあ、女性組が、揃ってるやつなんですけども、はい、こんな感じになります。制服姿の3人ですね。可愛らしい。うん。SD で見るとやっぱ可愛いですね。うん。はい、こんな感じになります。で、これが3つ当たりました。はい。よいしょ。で、やっぱり、まあ、自分いつもエヴァ以外にも、初音ミクとかね、そういった関連のものを出してるんですけども、動画で。うん。で、そのシリーズで、やっぱり、缶バッジとかも出てるんですけど、この初音ミクアソート系のやつだよね。で、出てるんですけども、まあ、やっぱこうやって見てみると、やっぱり、ね、キラキラしてるんですよね。この辺はやっぱ変わんないんだなって感じがします。はい。3人揃ってるの好きなんだよね。はい。次見ていきましょう。14番。マリちゃんですね。マリーイラストリアスの B ですね。はい。こちらが2つ当たりました。うん。エメラルドグリーンの素晴らしい色の缶バッジだなと思います。はい。このプラグスーツのマリちゃん悪くないよね。はい。こんな感じになります。色が好き。はい。で、次、13番の四季並アスカラングレーの B ですね。これは、エヴァ3号機に乗った時の、プラグスーツのやつだね。テストのやつだね。はい。ちょっと透けてて、見えすぎじゃないって言ったやつですね。はい。これが3つ当たりました。はい。こんな感じです。うん。赤みを帯びてはいるんですが、どちらかというとオレンジの色の方がね、強いかもしれませんね。はい。よいしょ。で、続いて、12番の綾波レイの B ですね。はい、こちらが3つ当たりました。はい。まあ、レイちゃんの缶バッジは正直ね、何個当たってくれても構わないんですけども、このね、微笑みがすごく可愛くて好きです。これは1個つけておきたいな。はい。まあ、こんな感じのやつが3つ当たったと、はい、って感じですね。うん。はい。で、続いて見ていきましょう。11番、碇シンジ&なぎさかおるですね。はい。が、こちらも3つ当たりました。はい。これも色は紫に近いような感じだね。うん。まあ、この2人紫だよね。やっぱカラーはね。13号機のイメージもあると思うんですけども。はい。こんな感じになります。ちなみに、2人単体のものはないです。まあ、この辺はね、しょうがないよね。はい。はい、続いて見ていきましょう。10番、マリイラストリアスの A ですね。はい。こちらが、正式なプラグスーツのマリちゃんになりますね。うん。ちゃんと、マリちゃんの体に合ったプラグスーツのやつですね。ピンク色のやつ。うん。これが3つ当たりました。カラーはピンクですね。先ほどのマリちゃんのやつと比べてみると、随分ね、印象変わりますよね、やっぱりね。うん。はい。で、これもやっぱり3つ当たったと。うん。で、次、四季並アスカラングレーの A ですね。これが、普通のアスカちゃんの、プラグスーツのやつになりますね。赤色のやつ。はい。やっぱりカラーはオレンジ色っていう感じですね。うん。こっちの缶バッジと比べてみてもやっぱり一緒。なんですが、枠が、黄色いか、そうでないかって感じになりますね。うん。こっちの方が黄色っていうイメージの方がむしろ強いかもしれない。うん。はい。っていうやつが3つ当たりました。はい。そしてラストですね。
はい、こちら綾波レイの、A になりますね。はい、A は B と比べて見てみるとちょっと顔が小さ、あの大きめに、作られたような感じ、より SD 感が出てる感じがしますよね。うん、はい、っていうのがこちらやっぱり3つ当たりました。はい、というわけで、全ての缶バッジがマリちゃんのこれを除いて3つ出たっていう形でしたね。はい意外にもレア、うん、はい、感じになりました。うん、いやでもなんか3も綺麗に出てたんだねはい、じゃあ次ですね、 B 賞のラバーマスコットの方見ていきたいと思います。はい、では続いて、B 賞のラバーマスコット見ていきましょう。やっぱり一番後ろから見ていきます。7番碇シンジ&渚カオルですね。はい、こちらになります。先ほどの缶バッジのイラストを元に、作られたラバーマスになりますね。うん、缶バッジに比べて見てみると、あの成型色で作られてしまっているので、うん、まあさっきよりかね、あのキラキラ感はなくなっちゃうんですけども、はい。ただまあこの二人が仲良く座ってるっていうイラストもね、可愛らしくていいですよね。はい。うん、あ、僕そっちの気はないんですけども、はい。まあまあまあイラストは可愛くていいよねって感じですね。これが二つ当たりました。はい。はい、続いて見ていきましょう。6番ですね、マリちゃんですね。はい、マリちゃんもやっぱり2つ当たってます。ちなみにチェーンを見てみるとチェーンの色がそれぞれに対応したカラーになってますね。こっちは紫でマリちゃんはピンクって感じです。うん、こんな感じになります。マリちゃんのテストプラグスーツの、まあ、先ほどのこれですよね、この缶バッジのやつになりますね。はい、よいしょって感じのものになります。結構細いんで扱いとしてはちょっと難しい感じがしますね。うん、ちょっと気軽にはバッグにつけられないかなって感じ。はい、続いて見ていきましょう。5番四季並アスカラングレですね。はい、アスカちゃんです。はい、やっぱり2人上がってます。うん、アスカちゃんのラバースとこんな感じになってて、先ほどの、缶バッジの、これに相当するイラストですね。はい、になってます。缶バッジとラバスとどっちが好きって言われると、まあ個人的にはラバスの方が好きなんですけども、やっぱね、キラキラしてる方が好きなんだよね。はい。まあね、アスカちゃんのこっちの缶バッジの方が好きかもしれない。はい。そしてラストですね。4番の綾波レイですね。レイちゃんはこちらになります。やっぱり2つ当たってます。はい。こうして見てみると、全員同じ成型色で作られてるんだなっていうのがわかりますね。うん。はい。で、レイちゃんなんですけども、缶バッジで言えばこちらのイラストに相当します。はい。やっぱレイちゃんいいね。何でも入るんだよ、この子は。うん、やっぱ好きだな。はい。というわけで、ラバストも綺麗に2つずつ当たってるんですよね。なんだこれは。はい。じゃあラストですね。フィギュアの方見ていきましょう。A 賞ですね。ビッグサイズフィギュアになります。はい。でですね、最後の、ビッグフィギュアですね。ビッグサイズフィギュア、見ていきたいなと思います。まずはね、3番の巻波マリイラストリアスからですね。はい。マリちゃんのフィギュアこんな感じになってます。はい。ピンク色の、プラグスーツにね、着込んだ状態で、まあ、缶バッジで言うのであれば、先ほどのイラスト、こちらになりますね。はい。を、忠実にフィギュアにね、したような感じになってます。なかなか、クオリティとしては高めなのかなって感じですね。うん。髪の毛はクリアパーツを主体として作られていて、その上から塗装という感じです。うん。メガネもちゃんとクリアパーツで作られていて、メガネのこの赤い縁の部分は赤い塗装で、再現されてるって感じですね。で、プラグスーツも、よく見ると、ちゃんとツヤありのピンクっていうような感じに塗られていて、プラグスーツをね、再現してるような感じになってます。すごいですね、これね。うん、いい感じ。はい、裏から見るとこんな感じになってます。うん。なかなか可愛らしくできていますね。はい。じゃーん。はい、続いて B 賞の、A 賞の、B の、アスカちゃんですね。はい。アスカちゃんもやっぱり、マリちゃんと同じで、髪の毛のパーツはクリアパーツが主体で作られていて、その上から塗装という感じになってます。うん。マリちゃんに比べてみると、グラデーションが分かりやすいんじゃないかなって感じがしますね。うん。このちゃんとね、プラグスーツにいつもつけてるね、この髪の毛の部分だとか、あとプラグスーツもやっぱり、ツヤありの赤っていう感じに再現してやって、うん、プラグスーツの再現としては結構高めなんじゃないかなと思います。はい。顔もね、かなり可愛らしくプリントしてやって、うん、この出来はバッチリなんじゃないかなと思います。うん、すごいね、やっぱりね、この A 賞のフィギュアシリーズはね。ボーカル女のミクちゃんのフィギュアもなかなかよくできてるんですよね。うん、細かいところまで塗装してやってバッチリだと思います。はい、じゃん。
はい、最後に紹介するのはやっぱりレイちゃんですね。うん、A 賞の1番になりますね。うん、はい、出来なんですけども、やっぱり髪の毛はクリアパーツが主体で作られていて、その上から、薄いブルーで塗装してやるっていう感じになります。うん、この無表情な感じがかなりいい感じですよねレイちゃんっぽくていいんじゃないかと思います。ツヤありのホワイトで塗装化してやって、で細かいところもちゃんとね、ツヤありのカラーで再現してやって、ブラグスーツ感をね出してますよね。うん、やっぱりポージングもね、レイちゃんっぽくていいんじゃないかなと思います。はい、やっぱり出来はよくできていて、やっぱりイラストはこちらの缶バッチのやつ使用してますね。うん、いやー、可愛らしくできてて、うん、個人的には非常に満足ですねはい、じゃあ3人並べてみてみると、じゃん、はい、3人並べるとこんな感じになります。やっぱり3人揃ってた方がいいですよねはい、いやー、うん、個人的にはかなりね、いいラインナップだったんじゃないかなと思います。うん、この新エヴァンゲリオン劇場版アソートなんですけども、はい、新エヴァンゲリオンっていう割には黒波ちゃんがいなかったりとか、ブラグスーツのカラー、ブラグスーツはね、劇場版のハマデだったりっていう感じなんですけども、うん、ここから先 Q とか、あと新とかに合わせてまたアソート出てきてくれると嬉しいなとは思う反面なんですけども、これ全部やるのに、全部手に入れるのに8000円ぐらいかかってるんですよまあね、あれだけ膨大な数見てるだけでわかるかなと思うんですけども、はい、フィギュアも実はまだあって、マリちゃんとね、レイちゃんがそれぞれ1個ずつ余ってる状態です。うん、最初ね、フィギュアがね、綺麗に揃ってくれればそこで時点で終わったんですけども、レイちゃんが出てくるのすごい時間がかかっちゃってで、もうここまで来たんだったら全部引いちゃえということで全部引いてきたんですけども、はい、まあ、こんな感じの、ラインナップだったんですが、まあ、個人的にはかなり良かったんじゃないかと思います。はい、今回はキャラをメインとしてやってるんですけども、まあ、次回は初号機とかもちょっと SD バージョン、いやでもそれはいらないかなはい、まあ、次回以降もしラインナップがあるようであればね、またね、回してみたいなと思います。はい、はい、というわけで、新エヴァンゲリオン劇場版アソート全集レビューの紹介でした。はい、エヴァンゲリオンシリーズもね、こういったガチャでアソートシリーズなんていうのを出してきたんですけども、はいまあ出来としてはね、非常に良かったんで、うん、悪くなかったんじゃないかなと思いました。はい、フィギュアの出来もね、いつも通りのね、アソートシリーズっていう感じがして、うん、良かったなと思います。うん、これはぜひとも続編で黒波ちゃん出してほしいなって感じがしますね。うんはい、まあ、もし続編が出るようであれば、またそちらもね、あんまり気乗りはしないんですけども、まあ、できたら全集レビューやってみたいなと思います。はい、というわけで、新エヴァンゲリオン劇場版アソートの紹介でした。紹介したのはシートリンでした。はい、またねー。またねー。ミクとリンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グーダの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それではバシーやとミクとリンチャンネルをお願いします。